皆さんこんにちは。プチオタ独身男の松です。今回は山形県山形市の観光スポットを巡っていきたいと思います。正直山形県って地味な県だよなってずっと思ってたんですけど、一体果たして山形県にはどんな魅力があるのか、人気の観光スポットを巡りつつ山形県の魅力を見つけていきたいと思います。忖度なしに率直な感想を言いますからね。というわけで一緒に山形市の雰囲気を楽しみましょう。まず最初に観光スポットを紹介する前に天童駅周辺の風景を少しだけ紹介しておきたいと思います。天童市といえば何が有名かご存知でしょうか。実は天童市は将棋の駒の生産量が日本一の町として有名なんですよね。もう将棋といえば毎日のように藤井聡太八冠の話題が尽きないですからね。というわけで藤井八冠フィーバーに乗っかって将棋の町の様子を少しだけ散策してみたいと思います。まずは改札出口の風景から。歓迎天童市。早速垂れ幕に天童市の名産品である将棋とさくらんぼの絵が描かれてますね。そして将棋のアニメといえば3月のライオン。しっかりと3月のライオンとコラボしてて、アニメオタクの私としてはテンションが上がります。じゃあ駅ビルの外に出てみましょうか。目の前には将棋のモニュメント、左手はロータリーになってます。じゃあ将棋のモニュメントの近くに行ってみましょうか。将棋の街天童、かっけえ。達筆で文字が書かれているのがかっこよさを引き立ててますよね。隣のコマには何て書いてあるんだろうか。王将。これまたかっこいいな。やっぱり将棋といえば王将か飛車ですからね。表札にはあなたの旅に王手。お、あの赤い置物はもしや。郵便ポストまで将棋の駒の形をしてるっていう。さすがは将棋の街。将棋推しがえぐいですね。天童駅の駅ビルには天童市将棋資料館もあります。藤井聡太八冠の垂れ幕もあるし、今回は入れなかったけど興味のある方はぜひ立ち寄ってみてください。将棋資料館の前にはなんと詰将棋の盤面が描かれてるんですよ。これわかる人いますか？私も詰将棋は昔本とかで読んで勉強したことがあるんですけど、さっぱりわかんねえ。父親には10枚落ちでも一度も勝てませんでしたからね。ちなみに天童市にはこの場所以外にも詰将棋の盤面が描かれていたので紹介しておきます。それぞれ問題が違うっていうのがいいですよね。もし詰め方が分かったよって方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。その他にも私が昨日宿泊したホテルビュー黒田さんの周りにも将棋関連のグッズがたくさん置かれていたので紹介しておきます。この倉津川には橋がいくつかかかっているんですけど、それぞれ違う駒の種類が設置されていたのでお散歩すると楽しそうですよね。そしてホテルの部屋の鍵もしっかりと将棋の駒の形をしていました。裏を返すとなぜか馬。成金だったらちょっと嫌ですね。どうやらこの辺の道は王将街道と呼ばれる道だそうで、王将と書かれたでかい将棋の駒のオブジェも置いてありますね。プロの棋士の方たちもこのホテルに泊まるんですかね。天童市では毎年将棋のタイトル戦も行われているので、間違いなく藤井八冠や羽生九段、渡辺明九段など名だたる棋士が訪れていますからね。あとはお店などにも将棋の駒が飾られてて、こりゃ将棋好きにはたまらない街ですね。次にやってきた場所は山寺です。山寺は山形市の中で最も人気のある観光スポットで、もうとにかく絶景が拝めるお寺として有名なんですよね。なんですけど、その絶景を拝むためには石段を1015段も登らないといけないんですよ。とはいえ登っている最中にもいろいろと見どころがあるそうなので、頂上を目指して登っていきたいと思います。動画の尺は少し長くなってしまうかもしれないんですけど、もし登りきることができたらグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。かっこ切実に。山寺は山形駅から車で約30分で行くことができます。また JR 山形駅が近くにあって電車で来ることもできるので、車で来ることができない場合でも安心してください。で、今回私が目指す場所は、あの山の上に見える建物です。もろに崖の上にあるんだけど、あそこからの景色は気持ちよさそうですね。けど、あんなに高い場所にあるってことは、絶対に行くまでが大変そうだけど、頑張りますか。橋からしばらく歩いてきて、山寺の登山口が見えてきました。うわ、早速階段を登らないといけないんですね。階段を登ってきた場所にあるのが、山寺の見どころの一つ、根本中堂です。根本中堂は、1356年に初代山形城城主、千葉兼頼が再建した建物です。中にはなんと、50年に一度だけご開帳される木造薬師如来座像が安置されているんだとか。ちなみに次のご開帳は2063年って半分ギャグですよね。そりゃ、布袋様の笑顔が絶妙に不気味に見えるわけですよ。そして参道に突然現れる大仏様。もう本当に道の真ん中にあるので、つまずかないように注意してください。ここからは鳥居があるってことは神社になるってことでしょうか。と思って調べてみたら、全国有数の日枝神社でした。境内には貞明皇后の記念碑や松尾芭蕉の銅像が設置されていますね。というのも、松尾芭蕉の有名な俳句、静かさや岩に染み入る蝉の声は、山寺で生まれたことから、実はかなりゆかりのある場所なんですよね。そして目の前には、松尾芭蕉も食べたと言われている力こんにゃくが売られているので、早速食べに行きましょうか。山頂に登る前に山寺の名物であるこちらの力こんにゃくを購入しました。まずはこの力こんにゃくを食べてから登るとあんまり疲れないというふうに聞いたので、早速食べたいと思います。いや、すごい美味しそう。もうね、結構至る所に売られてて、匂いがね、めちゃくちゃ美味しそうな匂いを醸し出してたんですよ。というわけで、じゃあ早速いただきたいと思います。うん、うまい。もう出汁がしっかり効いてて、多分醤油ですかね。うん、おでんよりは少し濃いめの味で、プルンプルンで、やっぱりもうこんにゃくの食感がめちゃくちゃいいですね。これを食べてから参拝すれば、確かに疲れずに登りきることができそうですね。よっしゃ、力こんにゃくを食べて元気100倍。これで余裕で山頂まで登れそうですね。まあ、そんなに都合良くないんだけど。山寺を登るためには、こちらの山門で体感券を購入する必要があるので、ちょっと買ってきます。体感券を購入したので、ここからが地獄の始まり。自然豊かな場所をハイキングしながらパワースポットを巡ってパワーをもらえそうですね。で、いきなりこの階段ですよ。動画ではだいぶはしょってますけど、この階段が頂上までずっと続きます。正直マジできついって。4分の1程度まで階段を登ると、見どころの一つである蝉塚があります。この蝉塚は、松尾芭蕉があの有名な俳句を思いついた場所ではないかと言われている場所です。芭蕉の弟子たちもここに訪れて、芭蕉の残した短冊を土台石の下に埋めて塚を建てたという歴史深い場所なんですよね。少し階段を登ると弥陀洞が見えてきます。どうやらこの岩を見て阿弥陀如来像の姿を見ることができる人は幸運が訪れるそうなんですけど、私にはその姿が全く見えないですね。そんなことより太ももが震えてきましたよ。マジできつい。さらに登ると仁王門が見えてきました。すごい立派な仁王門ですね。当然左側には右行、右側には阿行の像が安置されているんですけど、木目の窓が邪魔でビデオで撮影することができませんでした。すいません。仁王門をくぐり抜けてきたら山頂まであと少し。軽く2、3分ほど階段を上ると、ついに目的地の一つである農協堂が見えてきます。あの目の前に見える崖の上に立っている建物。なんとも神秘的な景色ですね。山寺といったらやっぱりこの景色ですよね。今までの苦労が報われる。で、はしゃぎすぎると道に手すりがないので落下する恐れがあるので、足元はしっかり注意してください。山寺を象徴する断崖絶壁の上にある開山堂と農協堂、美しすぎませんか？他の場所ではあんまり見ることができない光景なので、正直すんごい感動しています。ただこの上にもまだ階段は続いているので、今度はそっちの方にも行ってみましょうか。階段を上りきると山寺のもう一つのシンボルである五大堂があります。さっき地上から見えていた建物は五大堂だったんですね。ここからは大パノラマ景色を楽しめるそうなので、早速景色を堪能しに行きましょう。見てください。これが山寺からの大パノラマ景色。めちゃくちゃ気持ちいい。けど景色はあれですね。緑が豊かですね。正面に見える崖の上にも建物が建ってますね。おそらく釈迦堂だとは思われるんですけど、あそこまで行ったって人がいたら本当に尊敬します。ちなみに残念ながら五大堂にはたくさんの落書きがされているんですけど、記念に何か書き込む行為は絶対にやめましょう。というわけで階段を降りて山寺のもう一つの見どころである奥の院の方を目指して歩いていきたいと思います。奥の院に行くためにはまた階段を上らなくてはいけないっていうね。ただ途中に売店があるのは助かります。少し手遅れな感じはするけど、疲れた方はここで一休憩することをおすすめします。売店からさらに階段を上ると、明治元年に不動院と合併したという中世院があります。おみくじの箱が昔ながらの手作り感があっていいですよね。お、この階段を上ると頂上に到着しそう。あと少しの辛抱ですね。というわけでついに山寺の頂上に到着しました。マジで疲れた。果たして山寺の頂上には何があるのか。まず目の前に見える置物は日本三大灯籠に数えられている灯籠です。細部までこだわってデザインされているのでめちゃくちゃかっこいいですね。そして一番奥には宗教問わず供養に多くの人が訪れると言われている奥の院があります。まさに終着点にふさわしい場所ですよね。達成感が半端ない。最後にもう一つ少し変わったものがあったので紹介しておきます。この岩の中には高さがたったの 2.5 メートルしかない三重の小塔が安置されています。小さくてとても可愛らしいんですけど、1519年に作られたという歴史的なものなので、ぜひ足を運んでみてください。みんなが言う通り、山頂からの景色は絶景で癒される場所でしたね。特にあの崖の上にある農協堂はもう他の場所ではめったに見ることができない場所だと思うので、もう圧巻の一言です。ただ石段1015段は伊達じゃねえ。もうここ最近の観光スポットではもう間違いなく一番疲れる場所でした。もうね、今もう膝が笑ってますもん。山寺を観光する場合はもうそれなりの覚悟ではなくて、もう決死の覚悟で挑むようにしましょう。次にやってきた場所は垂水遺跡です。山寺が王道な絶景スポットだとしたら、垂水遺跡は穴場の絶景スポットになりますね。っていうくらい神秘的な風景を見ることができるそうなので、早速行ってみたいと思います。また山道を登らないといけないのか。山形きちい。垂水遺跡でまず最初に注目してほしいポイントはこちらの鳥居ですね。この鳥居はこの柱に抱きつきながらついてるって10回唱えると願い事が叶うそうなんですよ。右側が恋愛、左側が金運が成就するというふうに言われてるんですけど、私は当然金運ですね。やっぱりお金さえあれば女性は寄ってきますからね。ついてる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 つってね。これでお金も彼女もできるはず。というわけで鳥居を抜けて神社の境内に行ってみましょう。階段の先に建物が見えるんですけど、階段を上ると見えてくるのはまさかの線路っていうね。しかも踏切があるわけでもなく、敷板があるわけでもなく、もうガチでリアルな線路内に合法で入ることができるんですよね。どうせ廃線してるんじゃないの？そう思われた方もいるとは思いますが、電車はしっかりと走っています。ちょうど電車が走っている時の様子を撮影することができたんですけど、電車が通る時は車掌さんが何度も注意深くアナウンスを確認していました。しかも意外と車両が長いっていう、こりゃあ撮り鉄の方たちにはたまらないスポットですよね。多分線路を通り過ぎて見えてくるのが最上33観音の2番札所の専修院です。このお寺は慈覚大師が開山したと言われ、本堂の中には高さ約1メートルの金色の専修観音立像が安置されています。本堂の前にある百条を回すと願いが叶うと書いてあったので、私もしっかりと回してきました。鳥居の願掛けと相まってこれで効果は倍増間違いなし。ただ今回の目的地はこの本堂ではありません。垂水遺跡に行くためにはお寺を抜けてさらに奥にある山道を歩いていく必要があるので、そっちの方に行ってみましょうか。山道の風景は割愛しますが、もう本当にこんな感じの道をただひたすら20分ほど歩きました。正直に言うとかなり疲れましたね。ただその苦労を乗り越えた先にはこの風景、なんというか芸術作品にありそうな岩肌ですよね。人によっては蜂の巣みたいで気持ち悪いって思う人もいるかもしれないんですけれど、こんな光景は他の場所ではめったに見ることができないので普通に感動しました。この周辺は峰の浦と呼ばれていて、山寺を開山した慈覚大師の修行の場所だったとも伝えられています。つまり神聖な場所でありパワースポットでもあるんですよね。さらに少し奥まで歩いていくと蜂の巣状の岩肌と鳥居のコラボレーション、神秘的な風景にめちゃくちゃ癒されます。確かに王道の絶景ではないかもしれないけど、穴場の絶景スポットとして人気になる理由がわかりますよね。一応鳥居のある場所まで登ることができたんですけど、そこからの景色もまた格別です。遠くから撮影しても近くから撮影しても美しいっていう、まさに最強の映えスポットですよね。その隣には慈覚大師が修行をする時に宿にしていたと言われている円仁宿跡があります。本当にこの辺りは奇跡が多くて神秘的ですよね。さらにその奥には垂水不動尊という大きな岩の割れ目があります。昔この場所で水が浸っていたことから現在の垂水遺跡って名前になったそうですね。さらに10分ほど奥まで山を登っていくと、烏帽子岩、立岩、砦岩といったでっかい石がいくつか見えてくるんですけど、岩の上からの景色は最高ですね。山寺の開山堂に負けず劣らず気持ちいいですわ。やっぱり自然豊かな場所の空気は美味しいですからね。ちなみに自撮り棒を持っている人はこのようにグランドキャニオンさながらの映え写真だって撮影することができちゃいます。あ、誰かと一緒に来て写真撮影してもらえれば自撮り棒必要ないか。というわけで山形県山形市の観光スポット紹介前編は以上となります。前編では山形市のパワースポットであり人気の観光スポットを巡ってみたんですけど、とにかく絶景でした。普通に感動しましたね。山寺も垂水遺跡もなんというか他の場所では見ることができないような風景を見ることができて、もう価値観が広がった気がします。人生経験として一度は来てみることをおすすめします。ただね、もう2カ所とも行くまでがきちい、もう1日分以上の体力を使うので、もう来る時は覚悟を決めてきた方がいいと思います。後編では山形駅周辺の観光スポットを巡っていきたいと思うので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。